日本エアシステム451便着陸失敗事故とは1993年4月18日に日本の岩手県花巻市にある花巻空港で発生した航空事故である。ウィンドシアによるハードランディングで機体は炎上したものの幸いにして死者は発生しなかった。日本エアシステムの DC-9 の41日本。 エアシステム451便として運航されていたマクドネルダグラス DC-9 から41は1978年にアメリカ合衆国で製造され9月に日本で登録されたこの DC-9 から41型機は当時の東亜国内航空が1974年から1979年までに導入した22機のうちの1機で 国内ローカル路線用の機体であった。1993年4月18日、JA8448 は新千歳空港を出発し、花巻空港、ついで名古屋空港に向かい、折り返し名古屋発花巻行きの JAS451 便として運航されていた。飛行計画によればさらに花巻から新千歳に戻る予定であった。 ジャス451便は11時47分に名古屋空港を離陸したが、操縦は機長ではなく副操縦士が行っていた。この副操縦士は、昇格から5ヶ月しか経っておらず、車内の運行規則では、上昇、巡航、降下、進入のみ実施でき、離着陸は運行規則に違反する行為であった。この場合でも、機長が路線教官、 飛行教官、または査察操縦士の場合は、副操縦士の経験に関わりなくすべての操縦操作を行わせることが許されていたが、当該機の機長はいずれの資格も許していなかった。なお運行乗務員二人が同じシフトで運行するのは前日が初めてであったが、同様に副操縦士に操縦させていた。また最初の花巻空港への着陸は、 機長が行っていた事故当日の気象条件は良好なものではなく、前日の20時20分に、花巻空港のある、岩手県内陸地域には、強風注意報が発表されていた。また、事故直前の18日12時30分にも、同様に、強風注意報が発表されていた。JAS451 便が着陸しようとしていた当時、空港では、 風速11メートル、最大瞬間風速22メートルの西風が吹いて、降り、着陸する、航空機からすれば、強い追い風よりの往風であった。なお日本エアシステムの運行規則によれば、DC-9 から41型機は、平均風速13.5メートル以上、最大20.5メートル以上の横風がある場合には、着陸を回避すべしとなっていたが、最終判断は、 機長の裁量に任されていた。JAS451 便は機体を左右に振りながら降下していたが、対地接近警報装置のシンクレートの警告音が鳴り、12時44分にウィンドシアのために通常の着地点よりも手前にハードランディングし、滑走路に右主翼が設置、滑走路を蛇行しながら滑走路北側で停止した。 設置の際に機体が受けた垂直加速度は 6G を超えていたと推定された。このハードランディングで機体は大きな損傷を受けており滑走中に右主翼下から出火した。炎上する事故機この時着陸を挟んだ1分40秒間の機内外の状況をある乗客がホームビデオで撮影していた。この記録によれば着陸直前の機体の揺れにより 乗客が叫び声を上げる様子や、火災の炎で照らされた機内で混乱に陥る、乗客の姿が捉えられている。その後、緊急脱出を試みるが、乗客の混乱は収まらず、客室乗務員は大声を出して、乗客を誘導しようとするも、左主翼全面から脱出を行う乗客がいるなど、混乱を極めた。それでも脱出指示から、 脱出完了までの経過時間は86秒であり、火災による死傷者はなかった。ただ、緊急脱出中もエンジンは動作したままであった。この事故により、乗員5名乗客72名のうち、乗員1名と乗客2名の計3名が、胸椎骨折などの重傷を負い、乗員4名と乗客51名の計55名が、軽追念座。 打撲などの軽傷を負った。この事故の影響で、花巻空港は閉鎖され、運航が再開したのは3日後の4月21日、夕方であった。事故調査報告書によれば、風向風速が大きく変動する中、ウィンドシアに対する十分な準備がないまま、着陸動作をし、その最中にウィンドシアに襲われたため、機体が予想を超えて落下して、ハードランディングとなり、 その衝撃で火災が発生したことによるとされた。ありがとうございます。